水道橋から神田川を見た様子。ミュージックビデオは、この水道橋のある東京都お茶の水が舞台。この周囲には大学が立ち並んでいる。才能カ原は、クリスタル Z が2020年6月10日に動画共有サービス、YouTube に公開した楽曲。楽曲は公開後、ネトラボ、朝日新聞などの複数メディアに取り上げられ、 YouTube 上で2020年12月現在100万再生以上を記録している。YouTube で公開しているミュージックビデオはクリスタル Z が自らアニメーションを描き制作した。2020年7月11日、楽曲は Apple Music、Amazon Music、YouTube Music など音楽サブスクリプションサイトで配信された。クリスタル Z は 楽曲発表当時35歳の無名の男性ラッパーであった。クリスタル Z は楽器を高校生の頃より触り始めた後、19歳ぐらいより曲を作り始め、気の合うメンバーと4人でバンド活動するなど、東京都内の大学法学部在学中から音楽活動を始めた。大学卒業後も塾でアルバイトをする傍ら、シェアハウスで共同生活しながら、 セルフパッケージのシングルを自主制作するなど音楽活動を続けていた。しかし、後に音楽では食えず、仲間たちは家族が増えたことなどから音楽をやめ、それぞれ別の道へ行き、シェアハウスは解約、バンドクルーは解散することとなった。これらのことにより、クリスタル Z は自分も違う人生を見つけるべく、32歳で医師を、 目指すべく医学部の受験勉強を始めた。クリスタル Z は、塾でのアルバイトを辞め、2回浪人。厳しい生活は同棲する彼女に支えてもらっていた。クリスタル Z は、地方大学に入れば、東京で働く同棲する彼女と別れることになるため、地方大学の受験を躊躇していたが、それ以外に道はないため、東京での受験を諦め、地方受験に挑んだ。 2018年に西日本の大学の医学部に合格。クリスタル Z は合格を期して彼女にプロポーズを試み、結婚。2020年現在、西日本の医学部に進学し、病理医を目指している。2018年7月、文部科学省の幹部職員が東京医科大学に便利を図る見返りに息子を不正に合格させた事案が、 受宅収賄罪に当たるとして逮捕、起訴された。同年8月、東京医科大学はこの裏口入学に関する内部、調査委員会を立ち上げ、同委員会の調査によって、女性や横領の受験生の特典が一律に減点されていたことが判明。これに伴い、文部科学省は9月4日に、東京医科大学の不正入試問題を受けて実施した。 全国医学部の緊急調査の結果を講じ、2013から2018年度入試の結果を合算し、男女の平均合格率などの調査が行われた。同年12月の最終報告では、81大学のうち9校で不適切な事案、1校で不適切である可能性の高い事案があったと認定するを公表した。クリスタル Z も、 この不正が発見された大学に受験していた。不合格判定が出た複数の大学で実際は合格の基準点に達しており、東京医科大学一週間後に順天堂大学から本来合格であったと伝える連絡があった。また、東京医科大学については特待性合格の基準も超える点数を獲得していた。クリスタル Z は2019年順天堂大学に 対して、日本国憲法第26条に定められる教育を受ける権利を侵害されたなどとして、数千万円の賠償請求裁判を東京地方裁判所にて提訴した。東京医科大学に対しては、2020年10月現在、裁判外紛争解決手続きで協議を行っている。才能河原は、クリスタル Z が不正入試が発覚した時期、 ナイトクラブから帰る朝方の車内で友人に自身に起きたことを話した際にディスっちゃうしかないじゃんと言われたことをきっかけに制作を始めた歌詞はクリスタル Z により数日で書き上げられ歌の録音はクリスタル Z の近所のカラオケボックスで収録されたタイトルの才能お原は才能か原を由来としており才能か原は無駄な努力の例えと意味する言葉でもある 楽曲は今回のリリースのタイミングに発生した反黒人差別運動ブラックライブズマターに大きな影響を受けているという制作された楽曲は2020年6月10日に動画共有サービス YouTube に公開された公開された動画はインターネット上で話題及び才能カはインストゥルメント版とともに音楽サブスクリプションサイトで配信されたなお サブスクリプション版で公開された才能カワラは YouTube 版と異なるラストになっている。才能カワラはのジャンルはローファイヒップホップに分類される。クリスタル Z は自分のルーツとなるアーティストとしてザブルーハーブやシングレエニなどの名前を挙げた上で最も影響を受けたアーティストはエビスビーツであると語っている。才能カワラは年齢差別が行われている全国の医学部への 批判を行っている。歌詞では、自ら大学の不正被害にあった経験を歌詞に落とし込んでおり、楽曲の中には様々なメッセージが緻密に散りばめられている。以上は曲の後半にあたる歌詞の一部である。この歌詞には、順調イコール順、天才イコール天、堂々巡りイコール道、つまり順天堂、東京、偉大イコール偉大、つまり東京以下、 クリスタル Z が受験し、不正に不合格判定を受けたこれら2つの大学の名前が隠されている。曲の一部にサンプリングを使用している。女性アナウンサーが医学部入試で年齢などを理由に不合格にされたと主張する元受験生の男性が大学を提訴しました。34歳の男性は去年不合格にされましたが、その後大学側が調査した結果、 合格点に達していたことが分かりましたと淡々と読み上げるニュース音声が収録されている。YouTube 版とサブスクリプション版のラストではサンプリングに変化が見られる。YouTube 版の最後には大学側とのやりとりと思われる映像、音声がサンプリングされている。クリスタル Z はネットラボのインタビューでどの大学とのやりとりであるかは答えず、 現実のものがサンプリングされていると答えている。一方で、Yahoo ー,ースのインタビュー内では、順天堂大学とクリスタル Z が直接話し合った際、大学側はクリスタル Z の話を遮って、不正じゃないと声を荒らげるなどの対応を取ったと答えている。サブスクリプション版では、YouTube と異なるラストを用意したことについて、クリスタル Z は音楽として長く聴けるように、 また、YouTube 版を聞いてくれた人にはピンと、くる違うラストを用意しましたと答えており、サンプリングやメタファーなどのヒップホップ特有の手法を用いることで、他の音楽より奥深い表現ができ、大衆にもコアにも届くような要素になっているとしている。クリスタル Z は、これらの他にも様々なイースターエッグを隠しており、インタビューの中で、 イースターエッグに関してはあまり解読が進んでいないと感じます。自分としては単なるネットミームとして楽曲を消費して欲しくないという思いが強く、それがたくさんのイースターエッグを盛り込んだ理由でもあります。と発言している。海優は緻密なストーリーテリングによって語られるセンセーショナルな事件の内実や、それを補強するリリックとメガボルトの節々に仕込まれた。 イースターエッグによって話題性と奥深さを合わせもつけうな楽曲であるとしている。公開されたミュージックビデオはインターネット上で口コミが広がり、YouTube や Twitter などインターネットで話題を呼んだ。これに伴い音楽グループ、トリプル a の日高光景やラッパーの両フカルマも Twitter で楽曲に研究している。才能カ原は、 朝日新聞やネトラボをはじめとする複数のメディアに取り上げた。特に朝日新聞は、紙面では2020年6月25日、有刊一面で楽曲について大きく伝えている。クリスタル Z は、楽曲をきっかけに、ラジオ番組、ベイフム、ミュージックガレージ、ルーム101に出演した。海優の小林祐介は、 2020年の日本のヒップホップ名曲2 0選と題した特集の中で才能カワラを名曲の一つとして選出している。ミュージックビデオはクリスタル Z がフリーポックリップというアプリケーションを使用し iPad で自ら制作したアニメーションである。制作時間は1日10時間ほどかけ2週間ほどで完成した。制作は 一切絵を描いたことがなかったことやデータが全部消えたことなどで苦労したとネトラボのインタビューで語られている。内容は、節目がちの紫の服を着てヘッドホンと帽子をした男性が、全路や図書館の見える東京とお茶の水の街並みが見える窓辺の部屋を背景に机に向かっている様子が中心に描かれている。ミュージックビデオにも楽曲のように多くのイースターエッグが隠されている。 部屋の左上には日本のロックバンドボートのアルバムローローが描かれている。途中歌詞に合わせ机の上にある参考書、チャート式は青本からより難易度の高い赤本に変わっている。その他複数のイースターエッグが YouTube のコメント欄へ指摘されている。映像後半に差し掛かると一度暗転。再度映された画面には男性が窓辺からいなくなり、 お茶の水の空に飛行機が飛び立っていく。アライグマのような生き物以外に誰もいない窓辺には、サイのカワラのような石積みと、サイのカワラと書かれた紙が残されている。石積みは意志を諦めた人、紙の内容のサイのカワラのサイは自分のラッパーとしての再生を表しているという。男性が消えた後、しばらくするとニュースのサンプリングが始まり、窓辺にあったスマートフォンに、 ニュースの映像とともに、ニュースで女性が読み上げる声のサンプリングが再生され始める。アナウンサーのサンプリングが終了すると、画面は暗転。スマートフォンをカバンの中に潜め、盗撮をしているような映像になり、男性たちが喋る声のサンプリングキレキレに聞こえ、最後に男性がカバンからスマートフォンを取り出すような映像で、ミュージックビデオは終了する。ありがとうございます。